皆さんこんにちは、我が体現書道会は、今年第29回の展覧会を無事大阪市立美術館において、開催することができ、一度本当に喜んでおります。1月に発生しました新型コロナウイルスのもと、美術館の開館におきましても危ぶまれたわけですけども、無事こうやって開催できましたこと、本当に喜んでおります。今コロナの影響によりまして、今年の出品数は若干減少いたしましたが、数々の作品は大変精力的に描かれ、中には非常に斬新でたくましい作品、あるいは非常に穏やかで、雰囲気のある作品、多くの作品が見られます。今年の作品の数々をぜひ、大阪市立美術館に、お運びくださいまして、皆さんご鑑賞していただければ、幸いに存じます。さて、この展覧会で入賞をされた方々、おめでとうございます。今年は表彰式、あるいは祝賀パーティー、などがですね、できませんが、皆さんのご努力に対しましては、最大の敬意を払いたいというふうに思っております。何卒この展覧会が大いに盛り上がりましてですね、成功裏に終わることを願っておる次第でございます。私のご挨拶はこれにて終わりますが、私たちはですね、これからもその道に大いに邁進をしまして、さらにさらに発展していくことを念願しております。ぜひ皆さん方のご協力をこれからも賜りますようにお願いしたいと思っております。どうもありがとうございました。